きで、最後の曲になります。そうですね、皆さんは現役中学生の方です、まあ、親の方とかにね、まあ、いろいろチャレンジしようというようなことを言われたりもするかなと思いますし、子供の可能性は無限大だというふうに思われている、信じている方も、親御さんの中でいらっしゃるかと思うんですが、まあ、私が中学生とか子供の頃胸に手を当てて考えてみても、自分の可能性が無限大だったとは思わないですね。間違いなく可能性は有限です。時間も、まあ、命も限られています。なので、その限られた時間の中で、じゃあ何に注力したいのか、何にかけたいのか、何にこれからの自分の人生を注ぎ込んでいきたいのかということを、早く見つけられた人がやっぱり成功に近いのかなって、今こうやって口笛をこう自分の、まあ、夢の一つとして磨き上げて、上を目指している立場からすると思うので、皆さん今これがやりたいとか、これが自分は得意だとか、まあ、得意じゃなくてもこれから頑張っていきたいとかいうことを早く見つけて、それに集中するということをやっていただけたらなと思います。で、一方でもう一つ、今この、まあ、中学って、まあ、地元だし、地元のその幼馴染とのつながりって結構自分にとっては原体験だったりするんですよね。まあ社会に出てもいろいろ知り合いが増えますけども、やっぱり自分のなんか原点みたいなところを知っている間柄っていうのは、なかなか大人になってからだと、まあ、見つけにくいというのはありますので、ここで今作り上げて結びつきというものを大事にしていってもらいたいなという思いを込めて、最後の曲は蝶々結び。